今回は2023秋冬モデル裏起毛パーカーが登場しました。ふっくら柔らかな裏起毛生地でとても着心地がいいパーカーです。厚手の生地にもかかわらず軽い着心地で普段使いでもお使いいただけます。他にもブラック、スミ、ネイビーの合計6色で販売しております。もう一つのデザインは大人気のヨロピコマーク、胸元のワイピコマークも一新してかっこいいデザインになっています。他にもブラック、ホワイト、オレンジ、セメントの合計6色で販売しております。2023秋冬モデルの裏起毛パーカー好評販売中です。詳しくは概要欄から公式オンラインショップにてご注文ください。お買い求めヨロピコ。はい、始まりました。はい、始まりました。よしひこチャンネルです。はい、お願いします。本日はですね、はい、うちの YouTube コメント欄でですね、はい、1位か2位を争うぐらいすごく出てほしいと言われている方なんです。はい、まあ太陽といえば、太陽ホエールズといえば、中塚さん。うん、いや違う、それで、これちょっと山下大輔さん、違う、ね、違う、ね、斉藤明夫さんですよ。はい、じゃあ斉藤明夫さんです。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。これお土産です。お土産です。せーの、本日のヨロピココロナに負けないプレイボール、よろしく。焼きさば高菜と言いまして、はい、向こうからお年寄りの人は初めてです。中身をこうパッと見ようかなと。ご飯にかけても、ビールのお供にも、あとそうです、ね、パスタとかお茶漬けにも最高ですんで、はいはい、ぜひいただきます。はい、お願いします。カモ、いきなりそろそろですね。カモだよ、カモ。最初からね、そういう話したらね、もうネタなくなるけどね。球団、まあ僕らだけね、はい、交流戦はなかったですけど、はい、一番、1位、2位争う、顔も見たくない、ユニフォーム姿を見たくない。そうです。吉彦さんです。一人でしたね。逆になってますけど。よろしくお願いします。まあ、斉藤昭夫さんといえば、うん、まあまあ高校生時代、うん、まあ京都の花園高校ですよ。そうです。で、甲子園センター6番で出られてるという。はい、それは高校2年生かなんかですか。2年生、3年生ですね。サンバーが2年生で終わって3年の春ですね。はい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 。で、その後ピッチャーになられて。いや、その時もピッチャー兼やったんですよ。ああ。だけどまあエースが左のね、川口君がいたんで、はいはいはい、僕はもうセンターで、はい、もともとセンターですからね。でも大投手のイメージなんですけど。いや、全くないですよ。高校の時はね、はい、1年生になると、まあ極端に言うと昔の昭和の野球は甘がりじゃないですか、1年生の時は。はい、ファルトの外から声出してる。そうですね、はい、ボール触れなかったから、はいはい、触れるのは何かなということで、バッティングピッチャーよくやってたんですよ。はい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 。で、2年生の秋になって、はい、監督が何を間違うか、ピッチャーやってみようとか言って、はいはい、それからピッチャーやって。おー、考えたらそうだね、ボールのボールされなかったよね。うん、いつも構えて、いつも構えて、声出し、そうですね、声出しですよね。ネットの外に出たボール、試合に行くだけですからね。そう、考えたらそうだった。そうですよね。だから、いつかボール触りたいっていうのがあったから、はい、バッティングピッチャーの一番触れるかなと思った。変わってるんだよ、ボール触りたいから。そうそう、軟式からだった。ああ、はいはい、僕もそうですよ。そうでしょ。だから、軟式だから、硬式早く触りたいっていうのがあったから。なるほど。うん、その後、大阪商業大学 で、うん、でドラフト1位ですもんね。はい、そうですね。華々しいですよね。すごいもんだ。で、新人王ですよね。ジャイアンツキラーっていうことで、はい、もらいましたね。そのキラーっていう言葉は俺は分かんない。たまたまあの時は8勝9敗だったんですけど、巨人戦に4勝してるんです。ですよね。だから王さんの755号ハンクアルのタイム、うん、ホームランを並ぶ時に完封しちゃったんですよ。ですよね。それを王さんが755号を完封して、完封して次の日755号対局にうちのチームが打たれて、で次の2日後にヤクルトの鈴木さんが、うん、打たれたね。世界記録を打たれた。ですよね。はい、うん、っていうことなんですよ。
それがなぜか吉彦さんにとってはなんかもう大好きな、もうほんとこっちは大好きでしょ。そう、こっちは大嫌い、大嫌いでもないんだけど、こう終わってみたらやばい、垂れてたな。ああ、投げてる時はそんな感じじゃないんですよ、はいはい、でやっぱり先週の時にはやっぱり仲良かった、仲いいよ、うん、うん、まあ喋るしね、よく声はかけて、うん、全然全く知らないチームの人だから、はい、まあ年がしたっていうことは分かってたけど、はい、声かけるってもなかったからね。それが意外とこうよく喋るの、喋ってた、喋ってた、そのせいじゃないですか、僕の打たれたことは。いや、それはない打たれたのはね、スイッチヒッターにしてね、はい、初打席です、多分。あ、そう、もうインローのあのカーブをもう一回打てるってぐらいのところ投げたと思うんですよ、自分は、はい、打った方が真ん中辺で思ってたと思うんですけど、はい、ほんと見事にほぼライトスタンドにですよ、ね、あの時の顔ひどかったからね。人も覚えてる、あのカーブ打つっていうのが俺に打たれたの相当悔しかったでしょうね。いや、だからあの自信持ちで投げたカーブあーそれを簡単にパッとで、それもいつも本当まあね、極端に言うと大根切りで叩きつけるバッターで、はい、カーブ作ったんですよ。ああ、それから見事、それからかもしれないね、もう それからだね、多分。まあまずこういろいろ聞いてるんですけど、吉彦さんから言ったら斎藤明夫さんっていう方はどんな、いや、カモしか見えなかった。会話終わっちゃうんだけど。いやいや、やっぱね、はい、なんだろう、俺はほらもうタイミングドンピシャで合うんで、うん、でみんなほらやっぱ明夫さん角度があるもんね、まっすぐに一応、ね、でコントロールあるし、はい、でそういう面では嫌なピッチャーなんよ。そうですよね、すごいみんな、はい、で俺は個人的に言ったら全くそういうのないから、うん、だからネクストバッサークでもスイングしたことないんで。いや、ほんとない。それどういうことですか。昔の野球だから喋れるけど、はいはい、もうネクストバッターでほんとその他のね、はい、うちのピッチャーが投げるとこ見れるとほんとこうタイム足上げてこうやってポンってほんとスイングしてるんで、はいはいはい、僕の時もゲーッとバットをこう置いてるんですよ。もしくは膝をついてこうやって見てるんで、一回こう何回も言ってますよ、はい、タイミング取れ、タイミング打ったら、大丈夫って言うので、来るでしょ、はい、カーン、アウトになってもマッシン、あ、ボテボテじゃん、ほとんどないないです、全くないよね、三振もない。あ、で、下から投げたからね、横から。そうっすよね、マジね、うん、もうクイック、もうクイックもボークみたいなクイックでやったことがある、サイン見てるふうにそのまま投げたことがある。それがまた投げたボールになるんですよ。なるほど、あれストライクになると変わってくるんだけど、ね、そうですね。意識的に、いや、打たれてるっていう感覚だからボールになっちゃうんですよ。なるほど、何投げてもなる、めっちゃ面白かったよ、だんだん出るやん、出たやつ。なんでまたから見るのよ。いや、牽制しないじゃん、またから見るのよ。言ってました、リュウゾウさんたちも言ってました、山崎リュウゾウさんたちもまたから見てた、またから見てたっていう。どのぐらい出てるかな。もうあんなだったね、なんヒット打たれるでしょ、はい、絶対もうヒット打たれた時点でセカンド行かれるの分かってるから、はいはいはい、なんと牽制させてやろう、させてやろう、はいはい、それでもダメだ。だから一番火が受けたのは、はい、2番バッターですよ、山崎君と翔太君、はい、もう全然打てなかった。あ、こっち打たれたらもう全力でいく。なるほどなるほど、そういうことね。うん、言われてましたもんね、吉彦さんがランナーで走ってくれると打てんし、そしたら清瀬に追い込まれるみたいなことを言われてましたよね。うん、でもう走り合いの分かったらまずバッターを打ち取ることがない、まずストライク取ればなんとかなると思ってるから、うん、はい、もうセカンド行かれた時点でもうどうでもいいやと思う。ランナー1位とはもう牽制何いらない、知られるんだ。そうすか。ただね、牽制誘うというギリギリプレーはしたことありますよ。もうリードの癖があったから、はいはいはい、ポンポンって出てキュッていくから、はい、その時に意外とね、牽制したら、ね、よそ見して抜いてる。あ、もうアウトになったことありますもん。そうでしょ、マジで。よそ見して、秋代さんのあれよそ見してこうやってスタミナが向こうへ出るから、はい、その時にポンポンと跳ねるんですよ、はいはい、マジで。1、2個目 でそういうことをよく知ってるのになんで僕に打たれるのが不思議やろ。いや、打つのは別やろ。それどれ何を狙ってるか分かんない。僕、まっすぐしか待ってるから、うん、だと思うんだけど、思うんだけど、ピッチャーとしてはやっぱり変化球投げたの、うん、で、その変化球ボールになるでしょ。なるほど。で、結局は狙いは通りまっすぐしかない。で、コース行ってもダメだし、はい、
アウトコースいいとこ行ってもパンと叩き合えてもう内野安打、はい、でも逆にあこのバッター全然平気だってバッターいたでしょ。いたいた、何投げても打たれないし、はいはいはい、逆にあこのバッター全然平気だってバッターいたでしょ。いたいた、いっぱいいた。そうでしょ、うん、何投げても打たれないっていう、はい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 、はい、っていうバッターもいた。そうっすよね。だからすっごい角度のすっげーでも投げるからね。大して速くはなかったけどね、速くは見せるのができた。でコントロールいいし、はいはい、だから俺の目にはさっと映ってないんだけどね。コントロールは自信あるすごい。なんかもうキャラクターがもうやっぱ子供の頃に見てたキャラクターのまんまで、やっぱヒゲが印象的じゃないですか。もう何年生やしてます。もう入団して3年目、ね、アメリカキャンプ行った人が我々メサイに、その時に日本人の人と会うのはあのメディアだけじゃないですか、はい、で向こうの日系人の人だけだから、はい、どれぐらい伸びるかなという感じで伸ばして帰ってきて、はい、でまあ下もあったんですよ、はいはい、それであまりにもいいピッチングでも勝てないから、うん、ちょっとまあファーストマットの松葉さんに、はい、ヒゲ剃ったらいいピッチングでも勝てないからって言われて、はい、あそうか、剃ろうかと思った瞬間にパッてやった時がパッてやったらあれちょっと上ここ剃ったらちょっと間抜けだなという感じになって下だけ剃ったああなるほど、で勝ったんですよ。それから僕上だけ伸ばす、はいはい、捨てるっていう感覚ですね。なんか太陽何も意味なかったです。あそうなんですね。太陽イコールなんかヒゲの人がなんかちょっと多かったような若干。僕が林出してから屋敷が林出して、はい、ですよね。ヒゲマジンね、五十嵐がいたり、ポンセも林ポンセはもう、あそうですね、だから僕らの時は2年目でもミヤンが来たから、はいはい、ミヤンね、あれが伸ばしてたから、ああミヤンいたいた、なんかヒゲのイメージでですね、うん、そうです、うん、でシピンが最初でしょ、ライオンが、あ、そうや、太陽ね、太陽ですね、スピン、ボイヤー、はいはいはい、ボイヤーさんはここだけだからね。あまた川崎球場があったからね。そうそうそう、川崎球場、狭い球場、あんなとこでよく守ってたね、すごいデコボコンとそう外野、外野行けばもうガタガタ、市民球場もすごかったら、だけど内野のグラウンド良かったね、市民球場白あるっすね。白って見たねえよね。ほんま素人外野なんだよ、ひどいですよこの素人でこぼこで素人の会話やカラー巻いてるカラー色つけてるし言っていいですか、漫才じゃないんだからだってきれいってカチンコチンですから生きれるよ。いやいやお前だけど生きれるだとあんまりなかった。あったよく言いますよ、ほんまに見たことないんだよな。でピッチャーそういう性格が多いんだよ、多いよね。あだから叩きつけたんだ、あんだけバレー。そうそうそう、ブランダーでね。もうベースに当たってないのに、なんであんな上がるのっていう感覚。ほんま硬かったですよ。本当。カンって上がった瞬間にもう、あ、ダメっていう。もう悩んだっていうか。あやっぱ早かったんですね、僕。早かった。走り打ちじゃないんだけど早かったの、打ってからが、はい、当たった瞬間にもう走ってるっていう感覚、バットに、はい、そういう感覚だったんですね。だからなんとかアウト取りたいんだけど取れないし、面白いでしょ。面白い、ね、聞いてしまいます。いいここ黙ってこう黙って黙って座った時にいいもんね。吉子さんが聞いてますよさっきから。本当なんでなのかなっていう、あ終わってみたら6割以上抑えられねえ。なんとか考えてんだけど無理だったし、ね、まあなんかいろいろやられてますよね。背面投法、背面はもう現役終わってからああいう遊びでやったのがたまたま禁止投法ですもんね。反則投法、反則投法ですね。だから昔の人ってすごいですよね。普通にこうやってパーン投げてパーン来るんだもん。はいはいはい、届きましたからね。そう、肉体が違うんですかね。なんですか、上手ですよね。遊び心があるんじゃないですか。今の選手の人は遊び心が少ないっていうか、そうですね、そういう感じに見えますけど、ね、だって牽制だってさ禁止だけど、あれは稲葉さんが福本さんに肩入れてこうやって首をこうやってだんだん固まりますからね。そうそうでしょ。でいろんなこと昔の人考えてる。ああそれは、うん、あれ反則ですよね。うん、だからアンパイアボーク取れないんですよ。アンパイアも騙されてるんですよ。なるほど。本当に投げなかったら外さなきゃいけない。はいはいはい、もうこれだけで騙されてる。これだけで。あれ投げましたからホームに。投げた？こうやってホームに投げるんですか。ああ。
君とは違反じゃないでしょ。違反じゃない、足上げて一挙動だから、こうやって止めてはいないから、はいはいはい、そうでしょ。でも違反になってるからね、うん、あれは、まあ、アンパイアの人の見る目ですよね。うーん、今日どういう経緯でこううちのチャンネルに出ていただけるっていう流れ、若菜さん、若菜さん、たまたま電話若菜さんからもらって、はい、だからお前ね、お前ね、一番嫌なやついるぞ、誰か分かんなかった、何言ったんでしょ、そんな人いないですよ、九州にはいないですよ、だからあれちょっと変わるからやったら、やっぱり、ね、俺なんでそこにいんだ俺は嫌いじゃないからね、別に大好きですよね。そうそう、大好きやからだからゴンドーゴンドー、アメゴンドーじゃないけど、はい、斎藤、アメ斎藤だったら多分8割ぐらい打てる投げるたんびみたいなあれはもうタイミングの話だと思うんですよ、本当に。要はテイクバックして多分投げる、テイクバックは変わんないじゃないですか。こうやって止まって打つような感じ。いや僕そうですもんね。だからね、一打席、さっきも話しましたけど、本当スイッチヒッターにして、もう絶対自信あったカーブを膝元落ちていったら、はい、投げてるはそう思いますけど、打ってるは真ん中に見えてると思うんですよ、はいはい、あれをきれいにすくい上げられて、第一号ですよ。第一号ですよね、スイッチですね。プロ入り、うん、プロ入り第一号じゃないから。あ、そう、プロ入りです。そうそうそう、うん、第一号。そうなんですよ、あれがきっかけじゃないですか。きっかけですね。どんなに来ても打てるっていう感覚になられたと思います、ね、あ、うん、でもミーティングするじゃないですか、ピッチャーで、うん、聞いてみたいんだけど、そういうの聞いたことないから、うん、僕に対するミーティングはどんなミーティングだったんですか。あ、まず内野の気ぃつけるな、うん、ホームランはそんななかった、安藤寺はなかったから、はいはい、だから早く勝負球ね、こう早打ちのも当然ですから、もう2ストライク3球までに自分の勝負球ね打ち取れと、はいはい、あとボール見せてしまうとダメだと、もうね、追い込んだらもうカウントが2ボール2ストライク平行カウントになっても、もうこれは歩かすか、はい、ピッチャーのシーンとして歩かせてしまうか、内野だったりっていう感覚で、もうとにかく三振が少なくなる。空振りっていうのほとんどなかった。追い込まれたらファールになる、はいはい、大体だって早打ちやからね、うん、だから大体もうミーティングはもう3球までに勝負、自分の勝負球で打ち取りにかかれっていうミーティングだったですね。それしかないです、コースがどうのこうのよりか、はい、もう狙い絞って打ってくるバッターだから、はいはい、コース行こうが関係ないから、狙っていったらそれで打ちに来るからっていうか、そっから落とせとか、はいはいはい、ちょっとボールまたね、落ちるとまたいいんだわ、先っぽに当たってボテボテになるんだ取りに行けないしわリリーフになった時に、はい、2アウトセカンドで、はい、吉井君が打席入っても一番いいやつ、はい、もう歩かしてもいいって考えたんですよ。逆転のランナーでもいいと思うんですよ。なるほど、チールバッターの方が絶対抑えられてしまう。ああ、そういうことですね。それがまだできないんですよベンチからね、そういう勝負って、まだボテッっていう。あーサード行かれるとピッチャーってワンバウンド、ワイドピッチもあるし、そうですね、そうですね、セカンドだとワイドピッチでサード行くだけじゃないですか、はい、そうですね、そういうのだから全然気にならないんですよエラーされてもサードに止まるから、あ、抜けない限りは止まりますから、セカンドサード行かれると絶対入ってくるから。なるほど、なるほど、だからもう歩かした方がいい、あ、だしという感覚だったんですけど、リリーフになってからそう対戦少なかったけど、あんまり打たれてる印象はないんですけどね。リリーフになったってイメージあんまりないもんね僕。でもリリーフ結構、リリーフで7年やったから、ね、7年やった、そうなの、どちらかというと僕らが見てた時代はなんかこう抑えですか。そうそう、抑えのイメージですよね。あ、そうなの。はい、で1イニングじゃないから、はあ、3イニングだもんね。だから2回対戦する、3回だけど2回対戦することあるから、ね、そうそうね、そうですね。ほんとあんだけね、どんどんこのピッチャーそんなにしなくても打てるだろうっていう言うピッチャーにもねやってるでしょ、はい、僕の時だけ全く予想してますポンとバットここに置いたりね、やったりね、ベンチの方を向いてみたりね。逆に、藤井さんの方が気になってたんですね。あいつ、フランが。いや、ほんと
いつものやってることに全くしないんですよ。なんでだよっていうのは。ですよね。でも面白いね。他のその当時の太陽エースの人たちたくさんいるじゃないですか。うん、ああいう方とはどうだったんですか、吉本さん。いや別に対面で合わせよ。平松さんとか遠藤さんとか。合わす。カモではなかったと。カモじゃない。カモではなかったね。やっぱり遠藤とか良かったですもんね。平松さんはシュートが良かったから。はいはい、うん。あと掛け畑君。掛け畑もフォークでね。フォークがあって。フォークの場合はフォークがなかったから。あと野村さん。あ、野村さんね。うん。やっぱフォークだよね。フォーク。フォークもしくはシュート系だね。うん、ああ。入ってくる球にはいいんだけど、意外とこうちょっと逃げていく球。はい。だけどベースに近いよ。ああ、なるほど。そっちが嫌いだから。はいはいはい。うん、でそれで打ち取られてるっていう。ああ。でベースに一番近く立ってインサイドはぶつかればいいなと思っただけで。でぶつけたらね怒るんですよ。で一回ぶつけたんですよ。はい。膝に当たったの。はいはい。したらマウンド、おっ、来たってやって、こうやって、こう、来た、一回だよ、マウンドに、はい、僕の方に、はい、で僕だったんですよ、マウンド、はいはいはい、だから、ちょっと立って、砂持って、キャッチャーにバーッと砂かけて、あれ、他のピッチャーって言ってたのかなっていう、なるほどありました。あ、当てて顔見たら、あ、今日さ、いけんなんだったっていう。これはやっぱり、普段喋ってるからかなっていろんなことを。そうですよね。もうグラウンド入ると今日は投げないからねとか言ったりねしてるから。あ、そういうのもあったからよかった。そうですね。同じ球団だったらどうなってたでしょうね。毎日つるんでますよね。つるんでないね。つるんでないですか。喧嘩になってるね多分。あ、そうですか。うん、守備グラムピッチャーからして守備位置のあるし、エラーはねピッチャーっていうのはもう全然覚悟してるんですよ、はいはい、いつでも。だからファインプレーの方がいいから、はいはい、だけど守備自体がちょっと動いてくれとか、いやこっちの感覚っていうのはあるじゃないですか、はいはい、で動かないといけないじゃないですか、はいはい、でこうやったりすると、はい、動かないと終わっていかない、ひょっとしたら。ああ、なるほど。なんで動かなかったっていう、それでこっちが行きたいのいけないだろうっていうのはあったかもしれない、はい、ああ、なるほど。でこっちはこっちの意見でまた、はいはいはい、でそういうとこコントロール。いやいや、先輩があったりちょっと動けますよ。いやー意外と見てると動けんかったでそういうのもあるんじゃないかな。でもピッチャーがいると守りやすいですからね。やはり計算できるから、うん、本当にコントロールでピッチャーを守ると、はいこっち行った、はいこっち来て、うんうん、次はこっちで勝負するなと。まあその裏返ってこっち側のとはちょっと一歩そうそれでこっちしようかなっていう、はいはいはい、だからベンチの指示より早く動きますもんね。そうそう、野手はその分、野手はコントロールいいピッチャーの場合はね、はいはい、今みたいに僕らも解説やってますけど、はい、逆球っていう、はい、あんだけコントロールミスしてくれたら守れないですもん。そうですね、球は速いですけどね。速いはことは速いですけど、はい、守れないですよ、あれ。そうですね。でも逆球って言葉はあれですもんね。もともとはスライダーがシュートに変わるとかそういうのが逆球って言って、そうそう、今は今言ったようにコントロールミスだもんね。が逆球です。だから逆球ってみんな言うけどコントロールミスだもんね。ここの球がこんなとこ行ってるっていうのはおかしいでしょ。それはやっぱり現代のピッチャー何がダメなんでしょうか。やっぱり速さに生きがいを感じてるんじゃないですか。だからみんなスピードがパッと見るじゃないですか。あ、見ますね。大したことないっちゅう50キロちょそこそこでしょ、うん、早いけど、はい、でも投げ込みも少ないよね。あのコーチやつあったでしょ、うん、ピッチングコーチ、どこのコーチもやったけど、うん、まあ、横浜の時最初にやった時はね、やはりこう僕らのやったことをやれって言うとダメなんですよ、今の子たちは。だから表1ヶ月のキャンプの表を作ってやって、はい、で休みを入れてあげて、なんか、まあ、4勤1球ですよね大体、うん、で最初からこうやって球数これだけのペースでいくと1500球終わるまで、はいはい、でもうちょっと多いと2000球、うん、これ以上少ないと1200球ぐらいと思う、うん、もう1200っていうのは声聞かないと思いますよ。うん、今の球今はないでしょ、うん、よっぽどやないといないと思う。大体ピッチャーって一時何球投げるんですか。多いやつで昔とり時代はですね300300だから、まあ、遠藤と僕と、まあもうね、太陽時代はそうエースが、はい、一番端、まあ、一番っていうのは投げるじゃないですか、はい、一番端のこっちの一番端、はい、で関根さん監督の時に、まあ、
1番に入って、まあ、投げてるじゃないですか。でもバッティング終わってもう強化練習になってて、まだ投げたんです、はい、2人、はい、それで360ぐらいかな。あ、だからで監督が来て、うん、あ、もうやめとけって言われたの。もう壊れるかやめとけって言われるんかなと。キャッチャーが壊れるかやめとけ。いや、キャッチャー大変ですよ。キャッチャーって思ってて、座っては投げれないんですよ、はい、そうだね、裏方の人だった。300球、300回、はい、あの、あれですよ、スクワットですよ、本当そうですよね。ほんでこうやって構えるんですよ、こんなとこ投げないから、ここへ構えるんですよ、はい、あ、だから俺たち、ピッチャーにこうしたらすごい素人なわけよね。うん、要はキャンプなんかでも、よくその投げ込み聞くけど、その間はほら逆に打ち込みとか、そうですね、いや練習してるやん、うん、だからピッチャー見てないわけよ。そうですね、でたまにブルペン行ってあのタイミングを取りに行くぐらいしか見てないから、その1日300球ってすごいですね。すごい、それはコントロール尽くすよね。出ないとフォームできないと投げれないから、だからそういうあのプランを作ったけどもフォームできない人にはその100球って小屋ささないですよ、球数は。でも壊れる一方とか、はいはい、あ、バランス崩して、あ、なるほど。だからフォームが固まってきたらそういう球数、それぐらい投げてもいいってことですね、うん、だから今固まらないうちに変化球もうスッと主流だから、はいはいはい、もうだってもう変化球って球種多いもん。え、球種多いだって変化一緒だよ。昔のピッチャーって見てごらんよ、まっすぐ、カーブ、スライダー、シュート、フォーク、はいはい、そうだね、この言ってたよね、ツーシーム、うん、カットボール、フォーシーム、まあチェンジアップとかね、一緒じゃん。ただ握りが違うだけじゃん。まあね、確かにそうじゃん。そうですね。ただもう本当に。あと一緒の感じですよ。そうですね。自分が投げてちょっとパターが落ちたっていう顔したら、何投げましたと。うん、ナックルカーブとか。いやいや、思うけど、あのナックルカーブじゃないですか。うん、ナックルカーブって俺、こう言うんだったら分かるけど、うん、ただこう握って、ピュッと早い。でナックルってイメージは僕なんかよ。ナックルだからこう指立ててるからナックルっていうだけ。ああ。中身はだからスライダーかカーブ。カーブのちょっと早い。はい。だドローンとして投げるのとピュッと投げる。だからカーブにスライダー2種類とか。うんうん。言いますよねよく。だから縦スラも横スラも分かんない。曲がってちょっとピュッと切れたらこれボールの極端なボール1個あって半分曲がピュッと切ったらスライダーで。いいんですよ、カットとか。はい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 。それをもう縦に落ちたスライダー横に曲がるんですよ一緒だって。こんだけ曲がり幅がいてスライダーだって。カーブはもうドローンとくるのがカーブだって。そうですね、っていう僕らの昭和の人はそう思ってるんです。そうですよね。で今のピッチャーの人は球種が多すぎて、うん、だからその球種覚える前に投げてますよね。そうです、試合で。うん、だからすごいと思ったのは今回のあの広島の抑えやった栗林、あの子はフォークを自分でやっぱストライク投げるフォークとボールで投げるフォーク、うん、やっぱそういう自分のコントロール持ってるじゃないですか。だから今の子たちってその完成する前に投げてますよね。そうそうそう。だから佐々木とか牛島とかね、佐々木握ったフォークとか、佐々木もカウント取るフォークを投げないと思うし、そういううまさは持ってますね。だからね、10勝以上するピッチャー、10勝前後するピッチャーがいるやん、はい、でキャンプの時にピッチャーが投げに来るやん、うん、フリーバッティング、うん、たまんないわけですよ、バッター打てないからね、もう早いからね、早いし、ちょっと待ってってこの時期はまだ打たせてくれよっていう。なるほど。ちょっと待ってって、10勝前後するピッチャーってものすごく打ちやすいんですよ、うん、ピュッと投げ、そのまま体重移動のバランスでピュッと投げてくれるから、ね、で下っ端のピッチャーは腕で振るからボールが暴れるわけですよ。ボール来たり来なかったりするんですよ。それはやっぱ感じたな。やっぱ体全体バランスでピュッと投げてる人と、あの腕で投げてないよね。腕は投げない、マジで。まあ極端に言うとバッターもそうだけど、力当たる時でここだけでしょ、うん、投げ、ピッチャーも投げるここだけだもん。だから、はいはい、僕はこれ100人でピッチャーがいたら全然違うかもしれないけど、僕はリストが7、ははは、肘が2、肩なんか1ですよ。お、力の入れ具合、ふわーっと上がってきたことをここでバンと潰せばいい。ははは。だってこんなとこいたの、もうそうですね、全然もう知らないですからね、うん、だからここをこうやってバンと、おー、でグラブあったとこを叩けばそこに行くっていう感覚だった。なるほど、まあ、野球選手ですよ。
いや、もともとピッチャーです。そうですよね。いや、高校だから。いや、高校なんですごいじゃん。でも、よくさ、ピッチャー、こうするじゃん。ああ、する、する。ちょ、なんで？こうやってするじゃん。うん。なんか、すぐマウンドで。あれは、なんでやってするんですか？それわかんないんだよ。ピッチビーだもん。肘の出方でしょ。こう上げて、こう割って、割ってこう、うん、こうやってするやん。だこういう、こっちの肘とこっちの肘合わせて、こういう感じ。こうやって、こうするから。俺らはそれが、何してんのっていう時もあるんですよ。やっぱりですね。だからできてしまってるのか、なのかよね。なるほど。うん。だからそういうふうにやってて、ボールの話す感がずれてるんでしょうね、自分で。だからそこでこうやる。で、300球投げるったらそうなるもんね。やっぱバランスよく。もう、キャンプ中300球毎日投げるんですか？毎日は投げない。ああ。今日は投げよう、あったかいから投げようかな。あもう最後の方ですよ。20日過ぎぐらいですよ。だから僕、時々やってたのは、キャンプ打ち上げの日とか午前中の場合じゃない。はいはい、あの時はもうフリーバッティングで、はい、初めてフリーバッティング投げてるんですよ。あのカゴあるみたいな、はいはいはい、全部投げる。あ、カゴ、うん、だから全員終わる。そうでしょうね。こっち側の面は全員終わっちゃう、はいはい、そういうことね。2カ所あった。はい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 。変える必要ないよね。で、俺はマウンドが投げるから。はいはい。こっちはマシンか、うん、マシンね。か、裏方サインか。はいはい。それでずっと一人。へぇー。で、結果は300何回だ。昔ピッチャーそうかもしれない、みんなね。そうっすね。それが、なんだろう、難しいとこよね、だから、うん、だから今の野球っていうのはそういう、もうメジャーの思考がずっと入ってきてるから、はいはい、日本のピッチャーメジャー行っていろいろそういう練習も変わってきてるから、うん、投げ込みっていうのはもう、まあ、公式やってるとリトルシニアとかいろいろあってくるから、投げさせない。そうですね、極端になんか少ないですよね。だからまあそれはいいことかもしれないんですよ、うん、今の野球に対して、はいはい、将来的に考えた時に、壊した時にどうやって次フォーム変えるのにね。あ、腕の角度変えた時にどうしたらいいのって。じゃあ上から投げてて100球超えたら肩痛いやつ、そっちどこでもいるじゃないですか、キャンプ。そしたらもう極端に言うともうフォーム変えるしかないですよ。あ、もう4年間そうやって同じように100球超えたらまだ肩が痛いやつ、はい、だからもうちょっと思い切って横にするか。あ、フォームですね。あ、でちょうど腰の回転と腕の回転が合う。あ、うん、なんか性があるっていう。はいはいはい。で、腰の回転横の上から投げてるから100球超えてくるとやっぱり肩が痛くなってくるのかっていうのがあるし。なるほど。そういうところ見るんやね、やっぱね、ピッチャーはね。やっぱピッチャーですよ、さすがですね。ずっとコーチやってたから、ね、だから割れっていうのはあれじゃないですか。割れは自然に割れるんです、開くのは。よく開く、ちょっと開くのが早いとか言うんですけど、はいはい、開くのは仕方ないんで、開くんって開かないと投げれないんだ。まあまあ確かに、こんなに投げるって絶対ないんだから。だってね、開くなった。開くっていうより早いだけだから開かないと投げれない。俺が言ってるのは開くって、お前バッターにすぐ整体するから開くのが早いって。分かる分かる。これは開いても開くのを抑えて開かないと投げれないんだから。でもね、そうやって取る人いるよね。あ、こうで、こうやって、絶対もう、投げれないですよね。開くなったら。開くなったね。だから、ピッチャーっていうのが、遠心力をつかなきゃいけないんですよ、はい、腕の、うん。ね、ドンと大きく下ろして、小さく持ってきて、はい、大きくじゃないですか。なるほど。それをもう、こうやって大きく持ってきたら、こうやって開かなかった。ちっちゃくなった、こうなる。大きく、ちっちゃく、大きくですね。ドッジボールじゃないんだから。まあ、そうですね。そう、大きく下ろして小さく持ってきて大きくという感じ。はいはい。ピッチャーらしいよな。バッターのピッチャーらしいよね。小さく持ってきて小さく打つとダメでしょ。ダメですね。小さく持ってきてバーンと後ろ前を大きくする。そうですね。抱き上がっていくんで、はい。でゴルフボールはスライスするんですよ。それはね、やっぱり。いや、開くな、右からコン持ってくるまたすぐ乗っちゃいますね。右打ちでしょ、ゴルフ。フェード系だもんね。この間シャンク出てさ、もう頭にきて、あ、これ焼けなしちゃったこれ焼けなしわけですけどね、ご飯食べに一回広島行こうよって言ったらね、やっぱり行かなかった。広島では勘弁してくれた、周りうるさいから。あー、そういうことですね。横浜では行ったね、一回横浜に行きますね、ね、一緒に。はいはいはい、はい、なんで予想チームと一緒にいるんだとか言われるけど関係ないもんね。昔は結構関係なかったですよね、うん、で集まるとこみんな一緒になるしね。そうそうそう、あ
若田さんが言ってたあの、そうそう、銀座の飲み屋ですか。銀座のもそうだけど、六本木のもそうだけど、大体野球選手と一緒なんですよ。なるほど。ステータスがあるから。ああそうです、ね、あの球団のあれ行ったの俺も行かなきゃっていう感覚でしょ。だと相撲取れるかね、大体。だってやっぱりその野球選手になればお金持ちになれるっていう夢がありましたよね。それでやっぱりその頃の野球選手ってお金どんどん使ってたじゃないですか。俺はお金持ちになるっていうイメージじゃなかったな。いやなんかお金持ちになるよりか、もしもらった場合ですよ、これ維持するのが大変だなと思った。ああ、秋山さんいくらまでいったんですか。俺は一応1億、契約入れて、契約入れて、スポーツの契約入れて1億、9700万。ああ、ですよね。本当はね、極端に言うと ON がもっともらってたら、そうですね、極端に。いや、そうよ、そこがストップラインってね、下がまたもらってたかもしれない。だから落合さんの、まあ、サッカーができて落合さんの方が1億超えたから、うん、今の選手の年俸があるんじゃないかなと思います。今すごいのはインセンティブ。インセンティブありました。ないないでしょ。どんぶりかんでも。そうでしょ。僕ら現役でよそのチームの優勝したチームとかね、ちょっと別格として、あの2位3位のチームのあのピッチャーがこれぐらいもらったらそれ超えなあかんなっていう感覚はありました。ああ、そういう野手は別格なかったけど。ああ、そうですね。ピッチャーに対してはそういう、あのチームのあのピッチャーがこれぐらいもらったらこっちは超えてるなと、壊さなきゃいけないなっていうか。なるほど、ね、だけど球団としてはあれじゃん、先輩がいるから、そうそうそう、それを抜けないんですよ。そうですね。だからやっぱ衣笠さん、浩二さん、もう二人じゃないですか、うん、絶対抜けないからね。そうそうそう、あそこが天なんでチームで、はいはい、あの抜くことないんで、今でもそんなことないですね。今は全くないね、そういう感覚がね。極端に言うと10勝2年したら多くですよ。あ、そうですね。あ、仲もいいかでね。そうですね。3割、3年作ったら OK やもんね。楽に、2年でも OK ですよ、ね、もう3年したらもう、あれですよ、複数年契約。そうですね。まあ時代が時代だからね、仕方ないと思うんですけど、まあ、これ言うと物価が安かったとかよく言われるんですよ。いや、そんなことないだろうね。物価なんか、今の人のが安いよ。そうそう、そうそう、今の安い、安いかもしれないですね。ワンコインでどんだけ美味しいの食べれるの。いやいや、全部そうなの。あの、勘違いしてるけど、俺たちの前の時代の人は良かったんですよ。うん、そうそう。いや、1000万プレイヤーで一流という人たちの時代は、土地が買えたとか言うよ。そうそう、月々の給料、土地が買えたって言うんだもん、アニヤさんの。あ、言われてましたね。月々給料で、要は土地が買えたって。そのぐらい土地も安かったし、はいはい、だから物価的に言ったら今のは安いかもしれない。安いかもしれない。そうですね。税率がね、安くなったしね。そうですね。僕らの現役の時は、まあ、税収よく言うけど、累進課税ですからね。はいはい、1000万に対する、1000万の税金に対して2000万、2000万に対する税金3000万、ワンスになっていくから、はい。だから、極端に1億もらったら3500万ぐらいですよ。はいはい、残るのは。そうですね。65% も、はいはい。それから、私県民税ですからね。そうですね。地方税ですからね。びっくりするでしょ。はで、所得税、うん、は、こんなにマジで。そうですね、うん、よく言うのは終わってからが大変ですよ。ああ、聞きますね。現金をやると次の年が大変なんです。もしそのままパーンとクビになった場合ね、はい、そのまま引き払わなきゃいけない。そうですよね。そうなるよね。うん、だからよく若い選手には契約金とかちょっと置いとけよと、現金来るよ。で、今はでも今しっかりしてるでしょ。そういう面で野球もしっかりしてるし。そうですね。だから昔の人はバンバン使われてるイメージですけど、今の子たちは使わないでしょうね。使わないだろうね。使ってない。だって飲みに行くのっていうの聞いたことないでしょ。あんまりないね。ご飯食べに行くはあるね、うん、ご飯食べに行くっていうのもあるけど、うん、その面倒くさい人もいるしね。はいはいはい。そういう選手もいた。うん、で、部屋行ったら何やってんのって言うと、休みの前の日に部屋で4人ぐらいでこう、なんちゃってテレビゲームかな。ゲームもう足の踏み場ないぐらいこうゲームやってる人もいるしね。びっくりした。あと一時期あった24、あれを見るとか。もうなんかやっぱし室内よね。うん、中でだからまあ今はもうほとんどキャンプ行くと一人部屋が多いから、はいはい、いいんですけど、うんうん、
あの時だって2人部屋、大体2人部屋で1軍でも6人部屋、遠征とね、旅館6人部屋ですか。あります、大部屋で。なんで1軍のバリバリの人は2人部屋までかな、はい、もう2人部屋やね、旅館の場合はですね。でホテルってほとんどで、ホテルに変わってレギュラー連中の上の方は1人部屋、はい、で俺たちは2人部屋。今全部1人部屋でしょ。もう全部1人部屋マジで。まあ変わってきてましたよね、うん、今もだしドア開けっぱなしすることないでしょうね、キャンプで。ないね、やっぱ自分に入るもんね。そうだ、俺たちの子、まあオートロックだからね今の。いや俺たちの子昔は違うからな。開けっぱなしいたじゃないですか。開けっぱなしなんですよね。それは何でですか。いや、なんか何も別に、あ、取られるもんないんで、意味もないし、閉めてるの息苦しいだけだし。あ、そんな感じだったね。ああ、だからもう野球が全然違うもん。いや、ちょっとあの話変わりますが、先日小葉監督亡くなられたじゃないですか。はい。で、太陽で一緒に3年間やりました。ですよね。はい。その時のお話ってこう聞けますか。小葉さんの時はね、はい、僕はもう極端に言うと大人扱いされた、はい、おお。それで一番びっくりしたのは1月31日沖縄移動、はい、ミーティング、明日のキャンプだから。で終わってから、はい、あ、出入ったらコンコンとノックされて、その時のちょうどヘッドコーチ寺岡さん、はい、あいつは飲みに行くぞって、え監督もいるから行くぞって、え明日からキャンプなんで、ちょっと今日は大丈夫だって言われたことはすごい豪快だった。あで、まあ、トリアシは夜間練習もあるけど、はい、ものすごい細かい野球小葉さんにされるのはあったと思うんですけど、ミーティングはなかったね、そんな言うほど。カープの時はないよ。ないんですね。弱い時は多かったよ。昭和50年ルーツとなかった、ミーティングばっかし。だからさっき大丈夫、そうですよね、弱くなるとミーティングが多くなるんだけど、ーカープはもう強くなってもうそうなったらミーティングもないもんね。キャンプだとほとんど休みの前の前の日ぐらいは10日に1回、1週間に1回ぐらいは、だいぶクール、2クールぐらいに1回あったけど、はいはい、まあ、サインプレーとか入るときは1回やりますけど、あとはもう全くないよな。へぇ。で、一番小葉さんの印象あるのは、やはりこう、広島カープ時代見てた横浜の選手たちの動きっていうのは、ものすごくこう、野球を考えてできてるなと思ってたと思うんですよね。それが入ってみて、意外とこう、動けなかったっていう選手は小葉さんもちょろっとこぼしたことはありますね。なるほど、うん、で一番いいのは良かったの小葉さんに一緒の時の、あの辞める時にも、斉藤お前は絶対僕が指導者になるんだし、指導者になっても会社になっても絶対選手の悪口を言うなって言うと、次同じチーム入る可能性もあるから、絶対言ったらその選手はそういうのを根に持つってこともあるから、お前も持ったろと言われたから、ありましたね、絶対言っちゃいけないぞって言われたのもありましたね。だからもうすごく野球に対しては厳しかった。イニオンってものすごく厳しかったよね。ああ、やっぱりそうですかね、うん、でもニコッとされててカッと来るね一緒の言い方ですね、表現がね、表現全く一緒。そうだそうだそうだ、でコンとこう上げ下のね、うっとなりがなあ、でも対応でもあったんですね。ありましたありました。ああ、やっぱりカメラ対応でもやっぱりあれだったですか、カメラニコ、もうカメラは全然上向いてニコッとされてて、下がカンとこうて選手になるんだけどできないって言っちゃうなるほど、もうそういう面だね、厳しい人よ、本当に厳しかった。ユニオン脱いだら全く違ったんですけどね、もう全く違う。僕、小葉さんの試合の人とゴルフしましたけどね、ほんと真摯。この間も亡くなる前に1週間ぐらい前かな、小葉さん OB 会のね、我々やってるから役やって、小葉さん元気なのかなっていうようなことを言ってた矢先でした、ね。まあ、元気は元気なんだけど、ちょっとこう高明が息子がね、うん、だからいつも言うんだけど電話出たから、長男、うん、高明で小葉さんの電話に出たら出るよね、高明が。なんでかなと思ったら、いやちょっと今って濁すわけよ。でその時はちょっと調子悪かったんじゃないかと思うんだけど、そういう面では
でもさっき言った太陽行ってちょっと動きが思ったよりそう動くないっていう気持ちは分かるなって思う。俺たち完璧にこなしたからね、あの時のカープの選手って本当もう僕や、まあ、野球の流れのうんとここで点取る、何が何でも取る、負けてても絶対何か起きるっていう感覚での、いや耐えて勝つ、はい、耐えて勝つ、あの色紙の言葉通りだと思いますよ。間違ってますか、こっちが耐えてるんですか。いや、それはそうだろうけど一応使ってる方も耐えてますよね。打てない4打席3試合も抜いて使うの耐えてね、いつかやってくれるだろうと思ってるんだから、そういうのはあったと思いますよ。でも優しかったですね。優しかった。うん、勝負にはきついけど、うん、星野さんの門限のことも何も言わなかった。何も言わないですよ、うん、もう大人扱い。なるほど。僕ね、一回ね、広島と札幌行った時かな、すごい大きい飲み屋さんがあったんですよ、はい、グランドキャバレーみたいな、はい、で、僕何にも言ってないのに広島カープの斎藤明夫さんが来てますって言われたんですよ、はい、で、バーッとライターみたいな、で、小川さんが後ろ向いた横浜の斎藤がなんで広島の斎藤って言われるんだ、来るのかうちにとかそれ面白いという言われたこともありました。一緒にいた人がね、いたずらでやったのがね、向こうの人は冗談の口の中でわーっとこう高いよと思って、後ろ一つ二つぐらい後ろにいたのが、これ前結構前飲んでたから、飲むのは嫌いじゃないからね、うん、あんまり酒飲まない、飲まない、飲まないね、本当ね、うん、ご飯時のみんながいるからビールコップについて飲んで、あと飲まない、飲んだイメージがない、ね、ないない、ね、ああなるほど。だけど店は好きよ、店は好き、高知の人も、うん、高知の人はすごい飲みまいしたんだよ。そんな感じ、面白かったよ。だけどやっとね、あのセンター秋葉さんに出ていた。なんでそんな人気あったの。ありますよ。なんでやろ。どこかの YouTube で苦手な、もうデーブしか出ない、じゃあそこですね、吉井子さんの話をだいぶしていただいて、したいただいて、でやっぱりこうそこでコメントに、いやこの2人いつ会うんですかみたいな。いやでも俺からしたらいい人だからね。まあそうですよね、はい、だから僕らするとね悪い人に見えるけど全然そんな思わなかった。楽しかった、そうです、対戦してて楽しかったですね、うん、あえてね、もう歴史とバッターとしても試合中に会話できるんだ。そうそうそういう時代ってまた一つのあれですね。大丈夫大丈夫、でまだね、ワンバン持ってるでしょ、でボールもらうじゃないですか、まだ降りなくていいですか、こう行くのがこっち行ってますもんねキャッチャーこっちだ、なんでこっちくれってこといや、そういう日はもうほんと最高です。あ、そっか、若葉さんばったり組んでるのか、うん、そうです、そうですよ。あ、うん、だから関根さんが監督で若葉さんアメリカで呼んだじゃん、うん、その時に俺、監督室呼ばれて、若葉とどうなんだって、若葉さんも一つ上で、年上でオールスターも一緒にやってますよね、中はどうなんだって、別に中で一緒にやったことないか分かんないですけどって、ここだけやけど、まあ、あと1週間で決まるから、うん、ああ、それいいっすね、うん、で、ずっと若菜が帰ってきて、ずっと食事行くのも遊ぶことも、夜遊ぶのも一緒、終わりシーズン途中に、お前若菜ともうすぐ息ぴったりだな、はい、しょっちゅう一緒に出て行ってんの、はい、見てるのどっから見てるのっていうことですね。でも関根さんも本当怖いかと思うでしょ。あ、そうなんですか。小葉さん同様です。ニコニコしてるからね。なんかもう関根さん、らしいよ。頑固ですよ。へえ。めっちゃ怖いやろ。球団がこの選手使ってくれって言われても使えなかったら絶対使わないですよ。すっごい柔らかいよ。もういや、もうテレビの印象しかないじゃないですか。いや、いつもねタバコのフィルターをこうマウンド持っていてね。で、秋葉たまにはもう一回お前マウンド送ったら。マウンド足運ばすようなピッチングしない方がい
いいけどなぁ、なんか言いながら、スーッと大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、で、若いやつが行くと、うーんって言われて、顔映ってるのが顔の上、足絶対踏んでますから、あーしっかり殴ろうっていうあー、そうなんですね、若手には厳しかった、あーで、僕一番こう、うまく操縦されたのは、もう遠征先でほとんど出るタイプだったから、はい、若い選手は移動日の方がいいと、うん、連れていくの、うん、その試合始まる、うん、移動日の日の前の門限まではいいと、うん、だけどその3連戦あった時の試合の中では絶対連れてあるんだと、うん、でお前は門限はいいと自由にしてやる、はい、だから行くなっていうことですね、連れてはそうですね、だけど1人で行くっていうことは1人で行って ね食事して一気にと帰るじゃん、うん、まあね、それからまあ一人で飲むことないからうまく操縦されたのかな、あー、なるほど、何時に帰ってきてもいいかなって思いますそんな一人に行ってね、うん、寂しい、寂しい、その一瞬で、ね、よしと思うじゃないですか、はいはいはい、これ何かが続いてるね、よく考えたらこれうまく1時2時まで絶対帰るようになってるなって、ああそうですね、確かに操縦されてますね、うん、そういう選手の扱い方うまかった、うん、関根さんもやっぱり逸話あるもんね、ああやっぱそうですよね、まずバッターでピッチャーバッターやってバッターそうですよね、で有名な話があって、はい、試合前のバッティングでバッターをこう引きずるんだってね、そうずーっと引きずってゲージのところに行くんだってビュータラーって言ってで人が打ってるやん横で座ってで帰ってくる帰る打たないタイミングタイミングで俺はねで僕ね OB 戦があったんですどっかで、うん、関根さん元気な頃で関根さん打席立ったんですよ、うん、めっちゃ上手柔らかいでしょ、うん、スッとってこう打つわうわーと思ったねへそれ逸話よ本当にバットをずっと削ってこうやって持たないでずーっとあ試合中でもそうですよ、はあ、ネキストからずーっとバッター席まで引きずったのへぇで打たないんやってこうやってやったらもう帰ってくる、はい、マジで打たないエネルギーは使わないっていうタイプ、はあ、ピッチングでもねマウンド、まあ、ブルペンでねキャンプ中見ててももう悪いと分かってんじゃんね、見てて今日はやめた方がいいねって後ろにプスッと言われるおどこがどうなってるか全く言わないんですよ、はい、へー今日はやめた方がいいね、乗ってないねって言ってスーッて言ったそうなってくるとよっぽどどっか悪いんかなって、ね、っていう感じになるでしょ、なるほどキャッチャーで どこおかしいかいや別にないと思うんですけどピッチングじゃ小谷さんね一番こう指定場面軸足がぶれてるからじゃないかって言われて小谷さんも上手ですよね教えるの軸足がぶれてるからだ我々の時は厳しかったんだよあ、本当ですかで太陽で何年かやってから良くなったで関根さん監督ってから藤田さんっていう人が法政の前で、はあ、もうすぐ関根さんがもうピッチャーとしてはもうすぐ尊敬してる人なのその人が来てからもうすぐ変わったですねへー見るところはこことここ3つぐらい分けて、それしか言わなかった。へで悪い時になったらもう全然近寄らないですよ。あ、本当に。もういつかやめる。やめなかったらもう今日は何個やっても一緒だねっていう、そういう人なんかそんな雰囲気に見えないですよね、いつもニコニコして関根さんね、はい、関根さんもほんまニコニコじゃない、ニコニコじゃないですか。え、関根さん亡くなったのかな。亡くなった90何歳で一回関根さんに怒られたことありますよ。一回だけ怒られたね、電話でオールスターで5回投げたって。あ、本当に5回投げた。そう、逸話があるんですよね。延長で、なんで延長戦入って、そうちょうど4時間なんだよ。え、ちょっと待って、延長12回の3回までですけど、もう延長戦入って、そうそう、延長戦で、だから3、ピッチャーがいなくなって3、いたのよ、3試合の真ん中だったの。はあ、で、大阪でゲームあったから、はい、で、一日空いて大阪で行くから東京ドーム、俺いた？俺いないでしょ。東京ドーム、西武、大阪、まあその時にえ、5イニング5イニングです。7回から投げたの。
うん、で雨が降ってたの、うん、は野外西武道具やらなかったの、うん、で近鉄平野さんが、うん、ツーサードやったかな、ガーンって打ったらさ、バットが離したやつが飛んできたの、うん、でそれ避けるためにジャンプしてゴール取りに行ったけど、うん、もう水たまりに止まって、うん、悩んだの同点だった、うん、それからずっと延長中行ったで怒られたんですよ、うん、その時はもうリリーフやった投手だったから、うん、もうずっとリリーフやって、そんな投げても3イニング、5イニング投げて大丈夫か、まだ明日は明後日ゲームあんの、いやもう投げないって約束で投げました、片肘大丈夫、はい、もう絶対家帰ったら1時過ぎですね、セーブ、はい、絶対監督がよ5回投げてよかったな、おめでとうって言われるのに褒められるもんだと思って、うん、監督いきなり大丈夫かバカやのを覚えてます。5回投げられてるんですよ、で最終引き分けですけど、うん、3対3ね、そうなんです、すごいですよね。あの時は小葉さん、藤田さん、安藤さん、小葉さんとかなかった、それから小葉さんこう好かれるようになったのかな、よく喋れるようになった、これ痛かった、いなかった本当寂しいな、あの時いなかったいなかった、いたら中田が出たね、中田さん、中田さんいなかったのかな、いなかったじゃないでしょう、おかしいな覚えてるでしょうから、5イニングだったら言っていい、結構覚えてない、知ってるいやけど斉藤明さんからしたら、まあ吉彦さんは苦手のバッターの一人、他にも誰か苦手な人っていましたか、篠塚さん、あ、篠、もうやらかかった、ああそうですか、あれの技術あったもんね、バットコントロールやらかかった、うん、上手でしたよね、と反対にその2人の名前ね、吉井と、はい、あの篠塚を挙げると、はい、僕らするとね力ばっかり見えるけど、はい、もう2人のバットやらかくふわーんと出てくるのしか見えないんですよ、なるほど、なんか本当ボールを振ってるんじゃなくて紐を振ってるような感じ、うん、でその変化にこうパッとグッと曲がるような感じ打たれてるような打たれてるような感覚なんだ、棒切れるなんかボールの方に曲がってないビニールのバットじゃないっていう感覚、そのように見えました、なるほど、シノは技術あったからね、 あれは逆に秋尾さんからしたらお得意様のバッターってやっぱり、まあ、中日帝国のね、ああ、うやん、うん、で、絹川さんとか、もう言われましたもん、絹川さんにも、浩二にはよく歌して、俺には歌さんなってよく言われましたね、あもう追い込んでは絶対外のスライダー空振りっていうか、インサイド間違ってこう半額買うだけいかないで、はいはい、大丈夫だっていう感じで、分かるな、なるほど、そういうのはよく言われましたよ、山崎隆三さんも全く打てなかったって言ってたかな、うん、多分言われてましたね、ものすごい苦手で、その代わり隆三さんは中日のピッチャーが得意だったんです、うん、だから言ったじゃないですか、打たれるからその後のバッターそれですよね、隆三も山崎もそうだし、翔太もそうだし、言われてました、あとはね、はい、いなかったね、ライトの上やったね、あライトのね、ギャレットはそうでもなかった、ライトの上やった、まあったもんだって、あれとか懐かしいな、そうきたらやっぱりカープは強いですよ、その時のメンバーは、うん、やっぱそうなりますよね、うん、スイッチが3人いますから、まあね、絶対もう 1,2,3 走れるしね、そうですね、もう本当野球完璧にやってたもんね、うん、うん、面白かった、そうですね、もう6番極端だから7番まですごいバッターいるんだ、あ、そうだね、うん、そうですね、高橋君でしょ、塩中山田でしょ、はい、ライトでしょ、はい、山とこじゃないでしょ、はい、ギャレットかでしょ、キヌダスさん、キヌダスさんでしょ、三谷さん、三谷さん、そうそう、8人ですよ、キャッチャーだけですよそうそう、タッチャンさんですね、タッチャンもそうだし、山中がいたし、道原さん、水沼さん、水沼さんが取れるなったら俺のせいかっていうか、岡山でホームだったろ、あーあったっすね、森から、はいはい、もうリードしてるのに、うん、関根さんに、それも怒られた、関根さんに打つなよって言ってで、ツーストライク追い込まれて、あー、まっすぐまでシュッとスライダー来たのよ、カウントワンツー、あー、まっすぐでしか来ねえなって、1、2、3で振ったかと思ったら、ガーンってライト入って
そしてパッパーとホーム行って水野田さんに帽子ヘルメットってありがとうございますって言ったのが小葉さんが監督だったり。ああそういうことね。宇宙に自撮れるで。ああ。森もそうだったね。あそういうのもありましたよ。怖いな。よかった。もう楽しいですね。まあ昔はね。昔はね。でも今の連中は今の連中で。まあ楽しい。でも逆に楽しいかもしれんよね。本当に中入ってみたら楽しいかもしれない、うん、だけど今こうオールジャパンとかが多くなったから、そうですね、とか、うん、ああいうのに仲良すぎないかなというのはある、ね、うん、今はもう乱闘しちゃいけないっていう うね、ルールができてるし、はいはい、だからルールあるの、いやないけど一応そういう、まあ乱闘は嫌がるよね、うん、そういう動きないですよね、攻めが甘くなってね、だから殴るとか蹴るとか、うん、そういうあれはないもんね、うん、マジで。そうっすね。やっぱ世の中時代がもうそういうのはダメだから。ダメだから。ダメだから。罵声もダメでしょ。多分。昔なんかひどい。ひどいですよね。もうカープなんか言ってひどいな。試合前あこの横でブルペンでピッチングするの嫌やったの。ああ。今ヤジもないじゃん。あの出されるんじゃない。ああ。今球場であんまりうるさいとヤジとか。あ、そうなの。多分。出されると思う。昔名物の人たちがいましたよね。いましたね。特に広島の人は一人スタンドから歩いてさ、ほんとタイミングを超え出す人いたじゃん。歩きながらものすごいタイミングいいのに声をまだ通るんですよ。ですよね。まだ観客が入ってないでしょ。よく通るんですよ。でまた来てるよとか思って。半径もいたけどね。あ、そう。ダビ声の人。YouTube とかで流れます？おい、よし行こう。見てる見てる。昨日お前飲みに行ったろうって何知ってるやろな。絶対おる、まあ、あんな声よ。そんな声ですよね。おい、そうそう、そんな声、そんな声。広島の声だもん、そういるね。みんないたな、でもヤクルトもいたし。ヤクルトもいた、うん、甲子園もひどかったじゃないですか。甲子園はね、全体的にひどかったね。うんうんうん、もう周りがひどかった。あ、その球場全体がね、うん、はい、ただ遠いから。あ、そうですね、観客席。そうです、あ、甲子園はね、うん、そうそう、うん、で、ま、こういうスタンドだから、うんうん、こういうスタンドだからこうじゃないんで、うんうん、上から怖いんで、はいはいはい、全然こう言われてるのもあんまりこう響きがないっていう。うん、なるほどなるほど。でも一回あのソフトバンク大映が阪神と日本シリーズでやったよ。あ、やりましたね。もう大映の時ですね。大映の時か。ソフトバンクですかね。ソフトバンク、あ、ソフトバンクの時やりましたね。大映はまだその前ですよね。あれ吉田さんじゃない。でソフトバンクの選手が全員心折れて帰ってたもんね。ああ、ヤジで。なんで？めっちゃひどかったらしいです。あ、そう。大阪弁に慣れてないんですよ。そうですね。結構こう折れて帰ってたね。我々は大阪やから全然。あ、そうですよね。でもとか、いや、そうやね。で甲子園の走ったらさ、こう、あ、兄ちゃん、兄ちゃん、ボロくれって言ったらこんな子供はっつって。いや、ダメダメって言ったらケチ。そう、それはあるね。あるでしょ。うん、そうですよ、何でも言いますよね。いや、でも面白い。うん、大阪でも、あ、そう、京都やもんね。全然気にならない。あ、悪かったやろ。悪かったやろな、あったんでしょうね。だって、あの大谷見て思うでしょ。全然違う。思うでしょ。で、バッターやれとかピッチャーやれってのは関係ないでしょ。もういいっしょ、ね、好きにやらせてあげた方がいいよ。同じこと言うよ。同じことですね。もうバッターでもピッチャーでもいいよ。もうそれが成績に残してんだからっていう感覚。そういう感じするよね。うん、それはもう我々が騒ぐことだけであって、本人はもう何でも一緒ですよ。だから今年大谷、まあこんな高橋君のあれで言うんだけど、最初投げた時はやっぱり肘肩試してたね。あ、守りしてた最初、うん、最初の登板した時、うん、いけるかな、やっぱ不安があったね。だからボールが荒れてたけど、はいはいはい、それから何試合か投げてるうちにもう大丈夫だということで、やっぱりバランスよく投げるなって勝てるようになった。そういうとこ見るんやね、やっぱし見るよ。そうそら、ね、だから二刀流だから余計そうなの。これまだもしピッチャーで剣やったらなかったら、バッティも影響したらまた休みかってなるんだ。うん、確かにですね、うん。でこれよく返しちゃうけど、これ今試してんじゃないかなっていう感覚。まあ、それ放送の時は言えないからね。ああ、もちろんそうですね。うわ、これ試してやってるよ。これ大丈夫だったらもう今
今年風邪薬全開で来るよってことですよね。いや素晴らしいですよね。こうあとはこう投手としてやられてて、歴代のその偉大であるレジェンドのバッターたちとこう勝負がいくつもあったわけじゃないですか、はい、例えば王さんとの対戦とかやっぱりあられましたよね、はい、でどんな感じだったんですか。まあ、入団した当時よく言われることは、王さんのこう目がクッと、はい、なんかあれです、足上げた瞬間にね、あの目がね、言われたらもうもっと大きくなるからなっていう驚かしはございました。いや、でもどこで聞いたんですかね、眼力ってすごいでしょ、王さんって言ってました。王さんって言ったら目が普通、まぶたが縮まるの全然しない、パッ。で、よくね、先輩者が騙すのはね、膝を狙えってよく言うんですよね、はい、どっちの膝か言わないわけですよ。あ、入団して膝を出て足上げたところで一番的がいいなと思ったら、ここは下ろした時は真ん中ですよ。そうですよね。いや、そうだよね。そうですよね。上げた時には、そうだ、真ん中だから、そうかって、ああ、そうか、そこまで詳しく教えてくれない。いや、軸足の膝かって。あ、そうだね。考えたらそうだね。うん、足上げたところはね、ここ一番いいところだ。そうですね。一番インサイド系のいいところだもんね。いい、すくい上げるバッターに一番と思います。あと、張本さんのなんかこう、張本さんね、一回ね、はい、入団した時に1年目だったですね、はい、やっぱりバッていい線こう行ったんですよね、はい、ブラッシングみたいな感じで、はい、こどっこってやっぱりそれ本当の話なんですね。こうパッと構えてこどっこっていう口が動いたように見えたんですよ。はいはいはい、何言ってんだよ、ダーンおねんまっすぐで後で行ったらガチャーンと言ってたの。さすがだなと。全然開かないでしょ。あ、もう2球は来ないと思ってるんでしょうね、うん、バッターとしても。まあ張本さんすごいいろんな逸話があるよ。あ、あの小山さんが、阪神の小山さん、昔の小山さんが、うん、すっげえコントロールいいじゃないですか、うん、で聞いた逸話はどこ投げても打たれるんやって、うん、張本さんに、あのコントロールに小山さんが。で、もう投げるとこないっつって言ったらしいの。だから、早さんが、まっすぐ真ん中あったらしいです。そこ投げて、本当に打たれたらしいです。それ打たれるはね、もう投げるとこないって言ったらしい。僕と一緒ですよ。投げるとこないって。ほんとない。もういう、ほんと。まあ、大体が真空に当たって、ライナーぐらいですもんね。真っ正面の。それでもセカンドグラブ8回そうなんだっけ。おいおい。で、若さんキャッチャーで一回下から投げてみるの。かけーと。まあ、あかんわ。下から投げたね。マウンド、で若さんマウンド来て、終わってからかな。もう、あかんな。吉井君に投げてもあかんわ、もう。もう、早く打たそう。はい。で、あとはですね、やっぱりこう、気になる太陽もやっぱり乱闘とかたくさんないよ。太陽カープはないですか。ま、ない。一回ね、スタジアムで、はい、ダイモンがアレンの背中通したじゃん。通したかね。ほんでレフトに逃げていってさ、うん、外国人に挟まれてマイクすかしてこっちに逃げてきたんだけど、あれぐらいじゃん。ないないない、ほとんどない。ああ、じゃあもうカープともほとんどないってことですね。ただ屋敷に俺は文句言っただけで。あ、ありますね。それもさ、ゲーム終わって、はい、ホテルに来たんでしょ。ユニフォームのままや。あ、ユニフォームのままですか。なそうだったかね、僕ジャージかユニフォーム。ジャージでしょ。ああで、俺が上、前側の上で何しに来たんだよ。屋敷がいないもん、俺出て行った。出て行った。それが覚えてる。ああ、部屋まで行ったもん。あ、いなかったか。いました。いたんか。それは塩田さんのタッチ。タッチ。ええ、吉子がタッチしたんでしょ。違う、塩田です。吉子じゃん。塩田がタッチして顔に入って、顔じゃない水落ちからくに入って、ああ、で文句言ったから、このプレー上のあれで何文句言ってんって、僕中に入ってやめやめっつって、何こいつ文句言ってんやってなって収まんなくて、どうしたの？あそこのキッカーじゃん、なんだっけ、あのホテル、リバーサイド、リバーサイドホテル、あのインキクテホテル、リバーサイド、怒られるわ、リバーサイドホテル、今は綺麗になってる、なのかな、それぐらいしかないですよ、なるほどですね、ないな、
でまあ桐村さんに当てても、桐村さん怒んなかったからね。怒る人じゃないから。ただ揉めたのは阪神戦だけだね。桐村さんが怒ったのは。ああ。池内さん。ああシュートな。まあ本当これ怒んなかったね。大人だったね。なるほどですね。桐村さん。八乙女さん当たること全くないからね。あ、ないね。ない。あんだけ開いたら当たらない。あというか、で逃げるのうまかったし、またそういうギリギリのとこ行ってもね、ちょっと開いて打つ方だから、違うとこ行かないですよね。で、あの、お前らね、福岡でスタジオで中でいつも撮影してるんですけど、あの福岡若菜さんもいらっしゃいますし、はい、ぜひなんか、呼んでくださいよ。いや、また出ていただけたらですね、今度若菜、あの斉藤昭夫組対吉彦っていう形の構図で。やめ、なんで俺がさ一人行ったりいやそっちの方が面白いじゃないですか。いや、その時翔太入れるわ。あ、じゃあ、そうです。2対2で翔太いるの。翔太はこの YouTube やりましたよ。あ、はい。で、翔太入ったら敵に回りされたんだ。あ、うん、最適になるから行っちゃうな。ならないよ。まあ、そんな感じでまた、はい、はい、またよろしくお願いします。今回していただいて、はい、ありがとうございました。はい、また一緒にお願いします。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねとコメントをよろしくお願いします。それではゲームセット。次回もよろぴこ。